津田総吉、津田総吉、津田総吉、1873年、明治6年10月3日から1961年、昭和36年12月4日は、20世紀前半の歴史学者である。日本初期、古事記を、史料批判の観点から研究したことで知られる。英典は、十三味訓一等随法書、文化勲章。 岐阜県美濃加茂鹿ベータ町出身。1891年、明治24年、東京専門学校、後の早稲田大学法護政治家卒業。卒業後、白鳥倉吉の指導を受けた。1901年、28歳で、新鮮東洋市を観光した。1908年まで、千葉中学等で中学校教員を務めた。 1908年より、満鉄東京支社食卓満泉地理歴史調査室研究員になる。研究長は、白鳥倉吉であった。満鉄調査部の満州朝鮮歴史地理調査部門には、他に、松井人氏、稲葉岩吉、池内博氏らがいた。津田は、この調査部で、北海港、木吉港等東洋紙研究調査を行った。同期間は、1914年に、 東京帝国大学文科大学に移管されるが、それまで勤務した。1913年、大正2年には、岩波書店より、仁大史の新しい研究を刊行。1917年には、文学に現れたる、我が国民思想の研究を刊行。1921年まで続刊した。この体系的な著作において、津田は、日本の思想形成における、 中国思想の影響については、否定的もしくは小的な立場をとり、日本文化の独自性を主張した。1918年、大正7年に、早稲田大学講師に就任、東洋し、東洋哲学を教えた。翌1919 19年、古事記及び、日本初期の新研究を発表した。1920年、大正9年に、早稲田大学文学部教授、 1924年、大正13年、51歳で、神代史の研究を発表。前著と共に、神武天皇以前の神代史を研究の対象にし、資料批判を行ったものである。1927年、同化の思想と、その回転を発表。1930年には、日本上大史、研究。百三十三年には、上大日本の社会及び、 思想、1935年には、左伝の思想指摘、研究、1937年には、品思想と、日本岩波新書、1938年には、儒教の実践道徳、万山、駅見と観光し、旺盛に執筆活動を続けた。1939年、東京帝国大学法学部講師、東洋政治思想史を兼任。 1939年、昭和14年に、津田が日本初期における聖徳大使関連記述について、その実在性を含めて批判的に考察したことについて、美野田胸キ、三井孝志らが津田に日本精神東洋文化抹殺論に帰する悪魔的虚無主義の無非教悪思想家として不敬罪に当たるとして攻撃した。政府は、1940年、 昭和15年2月10日に、古事記及び、日本初期の研究、人大史の研究、日本上大史研究、上日本の社会及び思想の4冊を発売禁止の処分にした。同年1月に、文部省の要求で、早稲田大学教授も辞職させられた。津田と出版元の岩波茂雄は、同年3月に、皇室の尊厳を冒涜したとして出版法、第6条違反で起訴され、 1942年、昭和17年5月に、金庫3ヶ月、岩波は2ヶ月、共に執行猶予2年の判決を受けた。津田は控訴したが、1944年、昭和19年に時効により免訴となった。津田事件また津田総吉事件とも言う。しかしこの裁判については、津田自身は弾圧ではないと後に述べており、事件の実態について研究が進められている。 戦後、津田自身の戦前における弾圧の経験と、相まって学会に迎えられ、広告士官を否定する津田士官は、第二次世界大戦後の日本私学会の政治的主流となり、敗戦による価値観の転換を体現するものとなった。しかし、一方、反共産主義者でもあり、戦後の共産主義の流行には批判的であった。1946年、 昭和21年、雑誌、世界第4号に発表した、論文、建国の事情と、万世一系の思想では、天皇制は、時世の変化に応じて変化しており、民主主義と天皇制は矛盾しないと天皇制維持を、知る。天皇制廃止論者たちからは、津田は、戦前の思想から変説したと批判されたが、津田の、天皇制を立憲君主制に発展させるべきとの、考え方は、 戦前から一貫したもので、戦後になって変化したわけではない。1947年、昭和22年に帝国学士院、同年中に日本学士院と会消会員に選ばれた。1949年、昭和24年に文化勲章受章。1960年、昭和35年に美の鴨志名誉市民第1号に選ばれた。 1961年、昭和36年、武蔵境の自宅で死去。古事記や、日本書紀、特に神話関係の部分は、後世の殉職が著しいとして、文献批判を行った。その方法は、津田の創始ではなく、明治以降の近代実証主義を、日本古代史に当てはめ、危機の成立過程について一つの、相当程度合理的な説明を行った側面が、大きい。 明治以後の近代史学では、歴史の再構成は古文書、日記等の同時代史料によるべきであって、例えば、平家物語や太平記を史料批判なくして、同時代史料に優先して、歴史の再構成に使用してはならないという原則が、広く受け入れられていた。ただし同様の原則を古代史に適用することは、直接皇室の歴史を疑うことにつながるゆえに、近々とされてきた。 それを初めて破って著者の中で近代的な資料批判を全面的に危機に適用したの津田だった。それゆえ津田が従前の歴史学から離れた立場にあったわけではないが津田の業績を基本的に承認、利用しつつその革新部分を肯定する文章を自ら書き下ろすことは避けようとす態度が他の学者にはあった。しかしこのような津田史観すなわち津田は危機を 否定した灯される見方について、津田自身はそれを誤解であるとしており、また、津田自身は天皇制を否定したことはなかった。津田のここ具体的な主張には、かなり印象論的なものも多く、批判もあった。日本史の坂本太郎や井上三貞は、津田らの研究が主観的合理主義に過ぎないという趣旨の批判を行っている。ただし、 坂本や井上をはじめ戦後の文献史学者の多くは、津田の文献批判の基本的な構造を受け入れており、一般に、携帯天皇以前の危機の記述については単独では、証拠力に乏しいと見ている。歴史学会の外部からは、津田が歴史資料以外を信用せず、考古学的、民族学的な知見を無視したことに批判がある。他、中国思想等についての実証研究でも影響を、 与えたが、儒教は人間性を無視しているとして、中国思想は特殊な否定的なものであるとして、中国の思想には批判的であった。また、近代西洋文化に対しては肯定的な近代主義者でもあった。明治人に特有な脱アロン的ナショナリズムを体現していたとも評価される。また、津田の指導を受けたイビョンド。 1896年から1989年は朝鮮総督府朝鮮市編纂委員会委員になった後、1934年で診断学会理事長に就任し、1945年には慶城帝国大学文理科教授となるが、戦後も引き続き文教部長官、学術委員長を歴任し、韓国の歴史学を主導した。 理平等は津田の方法論を受け継ぎ、実証的な研究を牽引した。このような理平等に対して、韓国民族士官からは、植民士官として批判を受け、理平等及び津田総吉の士官、例えば、未まな日本府に関する津田の見解等も批判されていい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。